この動画には以下の要素が含まれています。どうも皆さんこんにちは。エースパイロットの柚木ゆかりです。オペレーターの鶴巻真希だよ。今回はレーティングマッチベーシック300コスト制限に来ています。乗っている機体はジムストライカーレベル1です。この機体は元のスラスター量が多く、専用機ボーナスもつくので非常に軽快な足回りを持っているのが特徴的ですね。さらに格闘武器を2種類持っているので手数にも優れています。専用機ボーナスって何？専用機ボーナスとは、地上か宇宙、片方にしか出撃できない機体が持っているボーナスで、スラスター回復量とオーバーヒート復帰時間にボーナスがつくことですね。意外と知らない方もいらっしゃるようなので、覚えておいて損はないと思います。この機体の短所としては、盾を装備しているので、本体の HP が低いことですね。他の強襲機と比べても、さらに打たれ弱い機体だよね。ベースオン、カスタムパーツはこんな感じです。射撃武器は 90mm マシンガンを使っています。 100mm マシンガンと比較すると射程が短い代わりに威力と鎧価値が優れているので火力を出しやすくなっています。格闘武器はスピアを装備しています。巷ではスタンズの方が支持されているようですが、私はスピアの方を好んで使いますが、詳細については後ほど説明します。次にカスタムパーツについてですが、100部装甲をつけるのが大前提として、機体の特徴を伸ばすためにスラスター関連のものを中心に装備しています。噴射制御装置と冷却システムだね。残りの枠には耐久力が上がるものを適当に入れています。このカスタムパーツの装備の仕方は強襲機全般に当てはまることだよ。次に運用方法についてですが、先ほど説明したようにこの機体は非常に打たれ弱いため、無理に支援機に突っ込むことは禁物です。基本は支援機を見つけたら射撃武器で攻撃をして、支援機のヘイトをこちらへ向けて前線の味方汎用機へ攻撃しづらくさせます。味方汎用機が枚数有利を作ってくれたら敵支援機へ接近して格闘で素早く撃破しましょう。機体の説明についてはこれくらいにして実況へ入っていきましょうか。味方さんがガンガン詰めてくれたので、初動はこちら側が優勢で高台も取れたようですね。味方が引き気味で両線を挟んで戦っているので、格闘は振りに行かずにマシンガンで敵支援機のヘイトを抜けさせます。ザクキャノンの護衛をしていたトムが離れたようなので、素早く接近して格闘を振りに行きます。ドムが戻ってきたので追撃は入れないで一度下がりましょうか。敵さんのドムはしっかりこっちを意識していて優秀な方だね。敵に支援機の護衛をしている汎用機が1機でもいると強襲機としては非常に厄介です。ドムが遮蔽の後ろへ隠れたので、今のうちに後ろにいる敵支援機に攻撃を仕掛けます。マシンガンを垂れ流しているだけではなく、味方さんの余力に合わせて格闘も振っていきます。あとまずを一発耐えるか耐えないかくらいの HP しか残ってないの。味方さんの陸眼すごい立体起動してますね。マキさんが言ってた通り、見事にバズ一発で落ちてしまいましたね。再出撃までカットを。戦況は600点差と僅差で勝っているようですが、こちら側の体力はほぼほぼ満タンで、相手にはミリも有用なので、実質的にはもう少しこちら側が優勢ですね。ゆかりシステムスタンバイ。なんかカットイン入った。ここからジムストの本気を見せてやりますよ。スピアは CT に入っていてすぐには触れないので、不平層のサーベルに持ち替えてザクキャノンに下書きを入れます。即座にスピアへ持ち替えてジム隊の背中をぶつかります。ジム隊に追撃を入れつきドムを抜かせようと思いましたが、緊急回避で避けられてしまいましたね。味方さんがザクキャノンによろけを取ってくれたので素早くとどめを刺します。一度正面の小山で敵の車線を切って様子を伺います。ドムが孤立したので味方と連携して素早く撃破します。容赦なく味方ごとぶった切ってるね。敵からの射線は切れてるので多少の FF は許容範囲内でしょう。ここでも敵が孤立してるので FF は気にせずにスピアからのビームサーベルのコンボを叩き込んで撃破です。
丘上に敵が孤立してるようなので裏から回り込みます。ここはオーバーヒートしているので下角ではなく横角を入れるべきでしたね。さすがのジムスとの足回りでもあそこまでスラスター使うとオーバーヒートしちゃうか。脚部が愉快システム終了のお知らせ。虫はめはやめてください。最後のあがきでしゃがみマシンガンでもしておきましょうか。なお全部縦に座れてる模様。この後は特に見せ場もないので、ここで重要なことを話したいと思います。前回の動画でアンケートを取らせていただいて、たくさんのコメントをしていただけたのですが、投稿主のミスで動画を削除してしまってコメントを確認不可能になってしまいました。本当に申し訳ない。配信のアーカイブを消してたら間違えて一緒に消しちゃったんだよね。動画一覧が見やすくなったということで許してください。ということで改めてアンケートを取りたいと思います。早く実装してほしい機体を教えてください。前作で未実装だった機体でも構いません。ちなみに私は BD-23 号機かアレックスですね。 BR が好きなのですが、今の段階だと不遇なので強力な BR 機体が欲しいです。私はジムガードパスカムかな。今作は盾が情報修正されたから活躍するんじゃないかと密かに思ってるんだよね。話を戻しますが、コメント返しについても次回以降にやっていこうと思います。面白そうなコメントを最初の方の動画から回収していくので、時間がかかってしまうかもしれないのでご了承ください。戦況は敵の拠点爆破が成功して逆転されちゃってるみたいだね。まだワンチャンあるので諦めずに戦っていきましょうか。思ったよりも無敵時間が長かったですね。味方さんナイスカットです。適当に振った横角が敵さんに当たってるし、体力がミリなのであまり前に出たくないですね。とどめは味方さんに任せて引きましょうか。むむむ、逆転はちょっと厳しそうですね。敵さんがしっかり引いてるので撃破できそうな敵がいませんね。適当にぶらついてたら敵さんに持ち抜かれてるし。地層でー！というわけで負けました。試合には負けてしまいましたが、ジムストで10万ダメージ出せたので満足ですね。気持ちよく暴れられたもんね。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。あざした。ついにブルーディスティニー1号機が私たちのところにも配備されたんですよ。おお、それは良かったね。レベル1なので動画化はもう少し後になりそうですが、他の機体にも乗りたいしね。それでは次回の動画をお楽しみに。